放送上南部肉種アルビアラー、ソフトパートサルコーマ AGE 染色。放送上南部肉種とは南部組織に発生する悪性非常非性腫瘍である。日本語訳としては、放送性というより、放送上というわけが多く用いられている。発生頻度の極めて稀な腫瘍であり、初夏の報告を総合すると、悪性南部腫瘍の0.5から0.9%を、 占めるに過ぎない。悪性骨、南部腫瘍の発生頻度は、人口100万人、対30例と風分類に記載されているので、放送上南部肉腫に罹患する確率は、人口1000万人に対して1.5から3.0人で、ある。放送上南部肉腫アルビアラー、ソフトパートサルコーマジアスターゼ症カパス染色、細胞室内に、 ジアスターゼ抵抗性バリ状結晶が認められる。骨、南部腫瘍についての風分類では、文化不明の南部腫瘍の章に含められている。本腫瘍を最初に提唱したのは、ニューヨークのスローン・ケタリングがアンセンターの病理医であった、W.M. クリストファーソンである。発表当時から、極めて特徴的な病理形態学的でありながら、発生期限不明の腫瘍と報告されていた。 半世紀を経た今日でも発生期限や文化をめぐる議論には結論が出ていない。特に黄門禁原性、または黄門筋細胞への文化を主張する研究者と、それを否定する研究者が拮抗している。免疫組織化学染色による研究では、筋細胞に特有の中間系フィラメントのデスミンが陽性との報告があるが、マイヤード、ミオゲニンが 陰性と報告されており、黄門筋細胞への分化は否定的である。ありがとうございます。